はい、どうも皆さんこんにちは、名もない男です。本日はですね、煮物りしてます。前回のね、炊き込みチャーハンに続いてね、連続で撮ってます。こんなに大食いになっていいのか、太るぞっていうことなんですけど、料理動画結構大変です。編集時間がね大変で、ため撮りできない。まあ今日ね、チャンス逃したらまずいなと思って、もう太ってもいいから2本撮りしてます。はい、で本日ね、まあね、日本撮りってわけじゃないんだけど、明日ね、カルボナーラを作ろうと思います。でカルボナーラなんですけど、クリームと入れるお店がほとんどだと思うんです。なんだけど、本来のカルボナーラ作ってきます。本当のカルボナーラっていうのはこういう作り方だったんだよっていうのをね、そこから、クリーミーにしたりマイルドにしたり、味を向上させるために、最終的にね、クリームを入れるっていうのが、まあ、主流になってきたということでね、それよりももっと前の一番最初のカルボナーラってどんなの作ってたのっていうカルボナーラを作ろうと思います。でそれだけだと簡単すぎるので、この前ね、ネットで見た最高に美味しいカフェオレっていうのをね、ちょっと作ってみようと思います。いいね、カルボナーラにカフェオレ、ちょっと洒落てるね。この汚ね部屋がね、ちょっとでもね、見栄え良くなるためにも作っていこうと思います。でね、さっきなんだけど、今説明の時に見せてたんだけど、コーヒーパックっていうのが売ってたんで買ってきました。お茶パックでいいって書いてあったんだけどね、ネットでは。で、牛乳、これを水出しの容量で1日つけ置いておくとカフェオレになるらしいんです。これね、私もね、人生で初めて作るんで、お菓子のような失敗動画にならないことを祈りながら作っていきたいと思います。でね、まずコップを用意します。コーヒーパックを入れれるように牛乳をね、上を全部開けます。コーヒーパックを入れるための隙間を分をここに入れます。こんなもんでいいのかな？牛乳久しぶりに飲むとうまいね。で、これどうやって作るの？もう生まれて初めてだからわかんねえや。じゃあこれで、おー、いいねいいねいいね。うん。で、これを、まあ、自分好みの濃さに入れる的なこと書いてあったな。うん。俺は濃いめが好きなんだよね、牛乳の時は。でもさ、牛乳だから混ざりにくいじゃん。カルシウム入ってるから。これでだって、お湯で4、5杯分ぐらい。あ、でも24時間放置するから、このぐらいの量の方がいいのか。こういうことだね。え、この紐って何なの？え、この紐って意味ある？ちょっとね、多分3、40g ぐらい入れましたかね。これを、これね、牛乳の中にぶち込むらしいんですよ。で、1日経つとすげえうまくなるって。で、これツンツンしなきゃダメなのかな？全然混ざってない。弾いちゃってんだけどさ。これを洗濯バサミで止めます。うん。こんな感じかな？ちょっと揺らすか。揺らして、コーヒーをなじませてみようか。よし。じゃあ、これで、24時間ちょっと待ってみましょう。はい。ということでね、これでちょっとね、明日、またお昼にね、今度カルボナーラの動画撮影するんで、うん。その時にね、見てみましょう。はい。おはようございまーす。昨日ね、ネットで調べたカフェオレを作って、冷蔵庫にしまってあって、1日経ちました。で、本日はこれからカルボナーラ作っていきまーす。はい。で、具材用意します。具材は言うことないのかな？先にね、フライパン準備しておきますね。火つけておきます。で、蓋閉めといて。で、まず、パスタ。まあ好きな分量だけ。で、これ、ローソンストアで売ってるミックスチーズ。あれとグラムほとんど変わらなかったんで、ちょっとね、スーパーの途中だったんで、買い物の途中だったんで買ってきました。で、これ一袋でだいたい 200g 分、2人前かな作れます。で、ベーコンは適量入れてください。はい。で、これ。で、次に塩、胡椒。はい。あと卵。はい。これを使って、で、カルボナーラを作ってきます。これね、本来のカルボナーラの作り方です。これでやるとね、
かなり濃厚になります。濃厚が好きな人はね、ぜひともおすすめします。では早速作っていきましょう。の前になんですけども、ちょっとねこれどけまして、これね昨日何回かね振りました。こうやってコーヒーがねなかなか混ざってなかったんだよね。さあさあこれをねちょっと飲んでいってみましょう。ちょっと砂糖入れてみようか。たくさんとりあえず砂糖こぼしやがってなるダメ人間だなはい、で出してみましょうか。ちょっと見てみようか、どんな感じなんだろう。あでもねちゃんとカフェオレの色してる。え、なにこれなにこれなにこれ、面白い面白い。ちょっといただきますね。これうまそう、色が。これねやってみてください。これめちゃめちゃうまい。なにこれ、あのさ昭和初期の頃っていうか昭和初期とか昭和中期の頃に売ってた無添加のコーヒー牛乳ですって売ってるコーヒー牛乳見た、わかる、天然の牛乳屋さんのコーヒー見た。はい、で沸騰してきたんでねパスタ入れましょうか。うん、このぐらいにしよう。ちょっと麺を多めにします。私 250g ぐらい入れますね。で蓋閉めます。なんかカメラちょこちょこ動かしてるからカメラアングルがおかしくなってきたよはい、でね次にね振った煮込んでる間にベーコン火通します。そんなめんどくさいことはしないのさ、なぜならこのチャンネルは男飯、できるだけ簡単に作ることを目的としてます。ベーコンをお皿の中に入れます。でつつきます、ほぐします。でこれをチンします。ベーコンはすでにね加工済み食品なんでこの程度でいいんです。さあこっからが肝心です。ボウルを置きます。まず卵を入れます。次にチーズを入れるんですが、カルベさんみたいに言った方がよかったですがはい、次にベーコン、はい、入れますがうん、はい入れました。はい、こんな感じに入れます。はい、こんな感じに入れます。チーズを溶かさないように卵を真ん中に入れてください。ここでチーズが溶けてしまうとチーズと卵が結合してしまいます。はい、パスタに絡まらなくなるんです。なんでこうしてください。あとはお好みでアレンジしてください。というのもね、先にオリーブオイル麺にかけてもいいし、塩コショウをね後に入れてもいいし、そこら辺はもう何でも OK です。私はねめんどくさいんで今のうちに入れちゃいます。はい、塩こんなもんです。2人前に対して 5g から 10g ぐらいです。1人前だったらもうほんと 2-3g で大丈夫です。はい、次にコショウです。コショウねちょっと多めの方がいい、俺好き、カルボナーラは。オリーブオイルは入れませんオリーブオイルはさすがにね。よし、もういいかな。うん。はい。そしたらね、湯切りしてきまーす。ちょっとラーメン丼でね、やっちゃってますけど。はい。そしたらですね、オリーブオイルかけるんですけど、まず、このパスタね、この中に、はい、ぶっ込みます。はーい。こっからスピード勝負です。オリーブオイルかけます。はい。ここを激しくかき混ぜます。はい、チーズが混ざってきて、さらにね卵もねこれで火が通ってきます。そうするとちょうどカルボナーラな感じになります。いい感じに混ざってきましたね。うん、はい、こんな感じです。はい、これを要は1分2分ぐらい置いとくとチーズが溶け始めてこういう感じになります。はい、1、2分経ちましたのでお皿に盛り付けていきましょう。で、パスタをお皿に盛り付ける際のね、ポイント。具を上に乗っけると綺麗になる。では、この具をね、上に乗っけるにはどうしたらいいかって言ったら、ちょっとパスタをポンポンって上げてきます。そうすると、具だけが最終的に残るのよ。その具を最後上に乗っけてあげる。だから具ばっかりになってきたでしょ？これを最後ここに乗っけてあげると。はい、
完成です。これが本来のカルボナーラの作り方、まあ原型ですね。めちゃめちゃ濃厚なんで皆さんやってみてください。これねめっちゃ癖になる、すげー簡単なんだもん。でこれねカフェオレ、カフェオレね皆さんも、ぜひとも作ってみてください。でね本日はねちょっとね雑談でもしようかなと思いました。昨日ね買い物行ってきたんですよ、仕事帰りに。したらね、ちょっとね、私のね、大好き、てか、私ガチャガチャハマると好きなんですけど、え、何これっていうのがあって、ちょっと思わず買ってきちゃいました。それがね、なんとこちらです。じゃじゃーん。バスの、止まりますのやつ。ちょっと面白くないこれ。なに、全部4種類。あ、シルバー、横、あ、縦、イエロー縦、横らしい。懐かしいなーと思って。ではちょっとね、ここを抜いて、さあやってみましょう。音聞こえるかな？面白いね。さあ、これマグネット？あ、面白い面白いこれ。はい。ということでね、こんなね、バカなね、人生を送ってる、まあ、おじさんですけどもね、もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい。本日の動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。